吉住小三郎は、近世中期以来の長歌の歌方。六代目を数える。法暦三年七月十六日陽明を千次郎。摂津住吉生まれ。住吉神社の神官の家の出で、住吉を逆にして吉住と称したとされる。署名は千次郎。六代目、木根紀根屋三郎の弟子説と、四代目、中山小三郎の弟子説とがある。坂田氷志郎。 初代、松島正五郎らと活躍、歌上るりを得意とした。娘道成な理事の初演で好評を得る。嘉永七年二月十一日、おつやの芋屋の生まれ、五郎三郎と言い,い、俗に芋五郎と言われた。三代目、吉村伊三郎の弟子。署名、吉村五郎寺天保六年頃、吉住小八から三代目、吉村伊十郎を襲名。後に、 花垣五郎三郎、高下三年に二代目小三郎を襲名。三代目、岡安木三郎、二代目、藤田音蔵と共に、天保の三名人と称され、俗に、芋屋の小三郎という。先代同様に、歌浄瑠璃を得意とした。明治二十二年十二月二十五日江戸の生まれ、二代目の、弟子、全名、吉住小太郎。万円元年に三代目小三郎を襲名。 四世、吉住小三郎東京新宿生まれ。吉住勘四郎の子。陽名は長次郎。三代目の義弟で、養子となる。1889年12月に四代目を襲名。1890年に十2代目、絹谷六左衛門に属して、歌舞伎座に、出演。1893年5月に九代目、市川段十郎の、 肝人長を務めたが事情あって大座し祖の五演技座、明治座に出演、五代目市川新造、五代目小野駅菊五郎の舞台に出るも、新造らの死去などで舞台の出演が減る。1902年に三代目、絹谷六四郎と共に長唄県政会を組織し、新曲を発表、歌舞伎の付属音楽であった長唄を独立した演奏会用音楽にまで高めた。 1929年に東京音楽学校長歌加講師。1948年に日本芸術院会員。1956年に人間国宝。1957年に文化勲章受章、文化功労者。1963年にこの小太郎に五代目を譲り、吉住寺業と改名する。作曲に、鳥羽の小泉、醍醐の花見。 新平家物語など、金谷上官との合作に、気分大臣、神田祭、と風流がある。著書に、芸の心。その歌は、CD12 枚組の、四世、吉住小三郎全集などで聞くことができる。母書は、港臭い福寺。四代目の長男、東京の生まれ。本名、吉住秀夫。1924年二代目、吉住小太郎。 9月の長唄県政会が初舞台、東京音楽学校の更新の指導など長唄の普及に力を注いだ。1963年6月に5代目を襲名。5代目の長男、東京の生まれ。本名、吉住隆夫、1954年に東京芸術大学法学科卒業後、1956年に東京芸術大学研究科修了。 1955年に4代目に学び小三次郎、9月の長歌県政会が初舞台。1957年に小三次郎を名乗り同年、長歌県政会で初舞台。1977年に長歌住人会を結成。父没の1983年1月に6代目小三郎を襲名。1984年に 長唄協会上任理事就任。男性協膜炎で死去。作曲に、平賀源玄内など2008年、6代目の長男の、吉住小佐治明が7代目を襲名し、家元を継承。ありがとうございます。